私たちはこの国の出身者として大人として今福島や他の地域でも子どもたちやたくさんの大事な命が傷つけられている、それを無視されているこの状況に黙っていることはできません。そして福島原発全く収束していないこの状況下で再稼働を疑われること、それにも黙っていられません。なんか福島の人たちの苦しみがわからんのかって思っていうのを書いてくれました。子供が子供らしくある環境をお願いしますと言いました。柏市在住なんですけど、ホットスポットになっていて、やっぱり停戦量被爆をずっとしている状況でいる中で、やっぱりなんかそういう真剣に考えてくれる人たちがいっぱい集まるところに来て、こう一人じゃないというか、子どもたちの健康と未来を脅かす原発は必要ないから亡くなりますようにということで書きました。もう一つはそういう、こう母親たちの、今日こう集まる母親たちの思いが届きますようにっていうことも書きました。もうニュースを見るたびにもうなんかこう子どもたちに申し訳なくて涙が出てくるというか、そうですね、とにかくこう私たちが今止めないと、その責任を子どもたちに負わせるわけにはいかないので、とにかく自分にできることは少しでもと思って今日は来ました。福島では本当にまだまだ光が見えてきません。光の見えない福島に絶望して自ら命を絶つ方が未だにたくさんいらっしゃいます。原発、私はこんなに恐ろしいものだったってことに、何もかも失ってしまうまで気がつくことができませんでした。もう二度と福島で起こったことを繰り返してほしくない、今は強くそう思っています。命を、子どもたちの未来を守っていきましょう。今日は本当にありがとうございます。3月11日、私たちが娘と共に後にした福島で今も頑張り続けている仲間の皆さんと、それから避難した福岡、九州で出会ったたくさんの皆さんと、そして今私たち家族が移住を決意した京都の関西で出会った皆さんと、ここで一緒にこの場を共有できることがとても嬉しいです。闇はますます深まっていると感じます。私がデモを辛かった時に、ある人が、闇が深まれば深まるほど誰の目にも、ある一点の光が誰の目にも明らかになる時が来る、それまで頑張り続けようっていうふうに言われました。そして私たちは今光の方向を共有している仲間だと思います。これからも限界を設けず、つながり続けていきたいというふうに思います。